チア部珍しいと思います。いや結構いるんじゃない。まあまあチア部、いやチア部だわ。じゃな、なんか公式に書かれてるよねチア部って。なんだ、チア部か。チア部それ以上はいけない。ホロライブに消される、祭り。これ以上喋ってると危ないな。それは気をつけよう。チア部の新入生でしょ。祭りは何回新入生をやればいいの。祭りもデビューして4年経ったのに、4年前もチア部の新入生、そして今もチア部の新入生。頭が痛くなってきた。留年してるとしたら祭り3回留年してるってこと？考えたら負けだ。祭りはチア部の新入生。本来だったら普通に順当に年を取って言えばっていう言い方が変かなも分かんないけど、私15歳でデビューして16歳、2年目に17歳、3年目18歳で、年は19歳の誕生日を迎えるところだったのか。女子大生やん。夏いら祭り女子大生やん。そんなこらこらあかんで。そっか、野暮な質問はやめよう。祭りちゃんは16歳。そうだよね、みんな16歳です。まつりちゃんは16歳です。夏色まつりちゃんは16歳です。リピートアフターミー、夏色まつりちゃんは16歳です。うん、お酒飲めないよ。いや飲めるよ、バーチャルだからね。バーチャルだから